はい、どうもトワルです。ってことで、まあ今日なんですけど、今日は、現代文の勉強の仕方に関して喋っていこうというふうに思っております。それでまあ現代文っていうような科目っていうのは、まあ、僕はね、昔まあ、センスのいい人はできるし、まあ、苦手な人はもうできないというふうに思っていました。で、実際今僕その、高校生の頃なんですけど、高校1年生の頃にまあ、学年がね320人くらいいて、現代文の成績が、318というふうな、もうすごいね、下だったんですよ。下だったんですけれども、まあ、そっからすごいね、頑張って勉強しました。頑張って勉強した結果、最終的には、偏差値がね、60を超えてきたということがあったんですよ。っていうふうな経験を通して、あ、現代文っていうものはセンスではなくて、ちゃんとしたね、勉強方法があるなと。だからその勉強方法をちゃんとすることができたら、点数が上がってくると。まあ、そりゃそうで、現代文っていうのは日本語なんですよ。そして、日本人ならば、日本語をね、喋ることができますから、それさえできるならば、あとはちゃんとした学習法を取ることができれば、まあ、偏差値60を超えることも普通にまあできてきます。なので、まあ、そこに関して伝えていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、今回の動画を通してそこに関して、伝えられたなと思っております。はい、そしてまず、言いたいのが、現代文の勉強に関してはセンスとかはね一切不要なんですよ。じゃあなぜ点数がみんな上がらないかというと、勉強方法を知らないからなんですよね。で、やっぱね、先生も意外と勉強方法分かっていない方が多かったりするので、まあ、例えば現代文できないよって方に対して、まあ、とりあえず本を読もうとか言うわけなんですよね。けれど、本を読むという風なことと現代文の点数上がることに関してはほぼほぼね関係がありません。まあ、そりゃそうで、例えば、まあ、現代文ね、あの本を例えばまあ1000冊とか読んだら変わると思うんですよ。けれど、まあ100冊とかね読んだぐらいでそんな変わるわけじゃないんですよね。だからそこに関してそうじゃなくて、現代文という風な科目で点数を上げるための方法がありますから、そこをちゃんと理解することが求められてきているわけであります。そしてまず、まあ、簡単にも結論だけ言ってしまうと、現代文の勉強っていうのは何を勉強するかというと、ここ。読解の方法、読解法と解答法、この2個を分けて学んでいってください。現代文ではどういうふうに読解したらよいかってとこに加えて、あとはどういうふうに解答すればよいか、この読解法と解答方法、この2つをねちゃんと分けて、理解をしていきましょう。で、まあそこに関して今回ね軽くだけ喋っていくと、まずね、読解方法なんですけども、よくね学校で あったと思うんですよ。学校の先生がね、大事なところ、文章を読みながら大事そうなところに線を引きましょうっていう風な教えってあると思うんですよ。けれどね、大事そうとか言っちゃうと、それって人それぞれ変わってくるんですよ。現代文っていうのは選択肢があったならば、答えは1個、ただ1つ、これって決まるんですよね。だから、これだってに決まらなければならないと。なのに人それぞれ、あ、これが大事そうとかなっちゃうと、答えがね、いっぱい分かれてきますよね。そうなっちゃうと、やっぱり、テストしては望ましくないと。だから現代文はちゃんと答えが1個に決まるような読み方がねもう決まっています。だからね、今後とも今後ね、読解の読み方に関しては、大変なところに線を引くのだというふうなわけではありませんで、そうではなくて、ちゃんと線を引くべき箇所が決まってますから、線を引くべき箇所にちゃんと線を引いていくこと、これはまず勉強すべきであります。要するに線を引くべき箇所がどこか、これをまず勉強していきましょう。具体的に言うと、例えばよくあるね、しかしとかなんですけどね、これに関してもしかしってものがあったから、しかしを丸をしてそこを線を引きましょうだけではなくて、なぜそこに線を引く必要があるかとか、線を引いた後にどうすればよいかとか、このしかしが持ってる意味合いとか、そこをちゃんと勉強しましょう。ここらも全てね、理論として決まっていますから、そこを勉強していきましょう。まあ、一応僕の方の動画でもここをね伝えたことを思っていますから、頑張ってねこういう分勉強していきましょう。他にはです、例えばこれ、このね、2個。A ではなく B っていう風な構文。要するに、まあ、これからどこに行こうって時に、例えば、まあ、山ではなく海に行こうっていう風な文章があった。っていう時に、こっち。A だけではなく B という風な形もあるわけです。要するに、山だけではなくて海にも行こうよってなってくると、この2個の意味合いってどう変わってくるかとか、
A と B ではどちらが大事かとか、この2個の構文における B の意味合いの違いとか、そういう部分をちゃんと勉強していきましょう。現代文って思ってるよりも暗記色が強い科目です。暗記が結構多いけれど、そういうふうなここ、こういうふうな線を引くべき箇所っていうのを暗記とかせずに、ひたすらに問題を解きまくっていたりとか、本を読み漁っているから点数が上がらないということに、僕も高校生の頃に気づいて、そこから頑張って勉強してちゃんと点数が上がってきたというふうな経験があるので、まあ、ある程度はこれが正しいというふうに考えてお伝えをしています。とりあえずはどっか読む際には大事そうなところではなくて、線を引くべき箇所がどこかという視点、この視点を持って学習進めていきましょう。そして具体的にどこに線を引けばよいかに関しては、今後動画を使って説明していこうと思っております。そして次、もう一点、回答方法。現代文と科目における回答方法、どういうふうに回答を選べばよいかってことも決まっていて、現代文っていう科目は基本的には問題パターンはね、2つしかありません。これすごいですね。数学とかではたくさんたくさんあるし、英語もね、いっぱいありますよね。けれど、現代文は基本的には問題パターンは2つしかないんですよ。何かというと、1個目が内容説明型の問題。要するに、まあ、傍線部が引いてあって、これこれとはどういうことか説明しなさいというふうなタイプのパターンの問題。あるいはもう1個あって、それが理由説明ですね。これ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 。とあるがどういうことか、なぜかですね。こちらがどういうことかで、理由説明の方がこれこれとあるがなぜか説明しなさいというふうな、Watt 型の問題と Y 型の問題っていうふうに2つのパターンがあるわけです。このね、2個のパターンに応じて説明すべき内容とか答えがね、変わってくるんですよ。そういうふうな箇所を理解せずに現代文、やってしまうとやっぱりね、間違ってしまいます。なので、今後動画を通してというか、まあ今後の勉強のやり方として、まずどういうようなところに線を引くべきかに関してちゃんと学習をしていった上で、この2個の回答のやり方、その違いをちゃんと学んでいくこと、それをすることができれば現代文偏差値は60を軽く超えていきますので、そこに関して今後動画を使って説明していこうと思っております。なので、まあ、今後ね、もしよかったら僕の動画見続けてもらって、あとはこういう動画、こういう風な動画が欲しいよっていうものがあればコメント残しておいてください。はい、今日最後までご視聴ありがとうございました。また明日からもお会いしましょう。バイバーイ。